はい、こんにちは、村たらしです。はい、というわけで本日ですね、なんとタイトルに書いてある通りなんですけど、もう人生で初めてですね、美女の方にお誘いいただきました。あ、じゃあ来てもらえますか。今回ですね、どんだけ美女か楽しみですね。登場してください。え、美女すぎてごめんやで。今回のタイトルは美女に誘われましたっていうタイトル。おお、どっちのキャラ、美女キャラかお笑いかどっち。けどお笑いの方が向いてるかもしれない。いや、せっかく美女キャラもきつい。せっかくビキニで美女なのに。タイムリープできちゃった。せっかくさ、ビキニとかさ、美女なのにさ。しゃべらせたらあかん。写真でしかあかん。あ、写真はあかんけど。写真いけとる、かなり。写真いけてる。いや、でもインスタの、レイカちゃんのインスタのリールで、こうファッションを毎日やってるやん。そうそうそう。あれかっこいいっすよね。マジありがとう。今回何度な、誘われたっていう理由が、レイカちゃんからメールいただきまして、一緒にやろうぜっていうことで、今回ですね、一緒にやるんですけど、まあサーフィンしてタイムリミット1時間なんで、短い中でねガンガン乗りまくります。そうですね、レイカちゃんもお母さんになったんやけど、次の JPSA も出るし、前回も出るし、前回5位、すごい、絶対にね、次も。いや、あれ前回はマジでレイカもう絶対トロフィーやと思って。あ、マジで、まあ、あれそんなままなかったわそんな甘くなかったそんな甘なかった。でもレイカちゃんのすごい戦歴、何だっけ、トライアルから優勝やったの。そう、トライアル、伊豆のトライアル出て、そのまま優勝、まさかの優勝するとやばくないですか。いや、それだけじゃないやろ、 QS だってかなりいいとこまで、ランキングすごいとこまで行ったよな。21位とか。そうだよ、だって今のさ、チャレンジシリーズ行っとる子で21まで行ってないよな。え、でもアムちゃんとか結構行ってない。あ、まあでも超トップレベルですよ。超トップだよ、アムちゃん。やばいよ、ね、そうっすね。まあ、でもそんなね、そんなレイカちゃん、まあ知名度もすごくあって、まあ見とる方は知っとる方は思うと思うんですけど、今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早着替え。あ、すいません着替えの遅いから。1時間しかないって言うの、彼待っとったら多分1時間半ぐらいかかる。ほんまそれ、サーフィン30分なるよほぼ喋りで終わります。でもさ、次もさ、何、気軽にさ、プレッシャーなくさ、やっぱり勝ちに行くんだよね、もちろん。さすが。レイカちゃんに勝つ方法を教えてもらうのか。教えてもらう。勝てへんからあかんって、レイカ。でもさ、楽しめなと思っても楽しめるもんじゃないやん。そうや。なんか何かをきっかけに変えなあかんじゃん。なんか絶対に誰でもきっかけ来るから、タイミング来るから、そこでパッて変えないと、タイミング来てんのに考えすぎてダラダラ言ってたら、もうそのタイミング逃すよ。え、レイカちゃんで英語も喋れるでしょ、外国、アメリカ住んどったから。喋れって喋るけど、ペラペラじゃない。でもさ、ああいう一流のさ、プロ、あの女子のさ、友達多いじゃん。うん、教えてもらったりしてる。で、ああいう人らってさ、結構なに、ポジティブにやっとる、結構ガチ。めっちゃポジティブや。あ、そう、うん、もう、そういうやむ系じゃない。日本人ってみんな結構必死になりすぎるじゃん。そうやな、まあ、やんだりしてるけど、レイカの友達らのお母さんっていつこけしても何しても、しょうもないサーフィンしても大丈夫、あんたは一番上手いからみたいな感じやから。あ、そういう感じ。そう、そうめっちゃ意外じゃない、うちらと全然ちゃうくそ、何やっとんじゃんって言われる。お前もうサーフィンやめてまい。バケツ投げられるやろあ、そういう風。そう、だから落ち込んでもすぐ立ち直って、めっちゃサーフィン頑張ってる。なるほど。な、そういう戦略もあるんですよ。から勝負はね。そう、勝負は最後まであるから、はい。じゃあそんな感じでね、最近ずっと試合続きの動画で、まあ、結構真剣な動画ですけど、たまにはこういうね、レイカちゃんみたいなこう美女で面白い方が出てくれてありがとうございます。じゃあというわけで海行きますか。海、もうそろそろ行こう。そろそろ行きます。行ってきますわ。行ってきます。もう一回出てから話してふふ夕方の海は面もよくね、波ちょっとたるそうなんですけど、どうだろう、腹胸、セット胸、腹前後ありますね。ちょっとたるいんですけど、面よくていい波ですね。ちゅうか、おじさんたちが楽しめそうな、ちょっとどうだろう、厚めの板でシューッとロングライドできそうな波ですね。これ僕はやりたいぐらいの波です。これをプロが乗るとどういう感じでやるか、しかも女子のね、トッププロ、ノロレイカ選手がどんな感じでライディングしてくれるか楽しみですね。レイカちゃんのウェットは目立つからね、取りやすいですね。鴨川の JPSA はね、子供、赤ちゃん産んでからまた試合出て、
5位という5位入賞、成績も上げてさすがですよね。まあね、結婚する前全盛期っていうかはもう優勝も当たり前のようにしてたし、世界でさっきも喋ったように世界ランキング21位まで行ったり、もうトップ QSM 優勝してますからね。そんなね超一流選手がもう喋るとめっちゃおもろいっていう感じで、やっぱちょっとたるめなんですよね、ここのポイントは。だから僕はここに入るときは短めの板でもちょっと太めを選んで、アウトから乗ると暑いのでね、波がテイクオフしづらい。ミドルから乗るとね乗りやすいんですけど、乗りましたね一発、バックサイドわっとこけちゃいましたね。いい波だったのにね、ちょっとやっぱり暑いのですから思ったより張ってこなかったのか。もうこの波はもろ昨日一昨日のあのザ・デイの波じゃなくカーボン日和っていうぐらい波がメローな感じですね。こうミドル付近だとテイクオフしやすいんですけど、アウトは暑いんですよ。だからちょっとね厚めの板だとこういうアウトから、ここにでもちょっと厚め乗ってますけど、すごくロングライドできるので、このポイントはねアウト分厚い板で行くと楽しいですね。なんか風がきつくなってきました。さっきまですごくいい波だったけど、どうだろう、満潮になって風が強くなってちょっとコンディション崩れそうですね。2本目乗りましたね、たるい感じの波で、あ、しっかりしたバックサイド、はい乗りました。あ、ちょっとこれショルダーありますね、ワンターンして2ターン目、立ちましたね。たるいとこでスピードつけてヒット。まあやっぱりこうどう、力ない波強いですね。なかなかこれ PU でこういう動き出せないと思うのでね、やっぱりこのカーボンの強みを使って波によって変えたら強いんじゃないでしょうか。うわ、インサイドまでも乗ってきましたよ。まあ、これ最後もヒットして良かったんじゃないでしょうか。はい、レギュラー方面ですね、ヒットしてこれで張ってくるとこを待つんですよね。あ、はい来ました、レイカちゃんレフト、おっといいワンターン良かった。でも次がね繋がらなかったですね。レイカちゃん行きますか、ライト方面、ワンヒットだけでもわーっと、もうこうなると試合だとワンターン勝負なので、ここで張ってくるの待っていけないな。もうワンターンをどれだけねハードにヒットできるか、高い位置でヒットできるかっていうことが勝負になりますね。行きました、ワンターン、あー次のセクションないですね。まあでもねこれは題名にあるようにねビジョン誘われてサーフィンなので、まあ楽しくやれればいいってことで、その割には会話してないですね海で。もっと楽しくねやってもいいんじゃないでしょうか。まあレイカちゃんも次試合あるっていうことでもちろん練習で入ってるんですけど、ツーターン、ライト方面をアンターンで、このボトムに降りるとアクションできそうですね。で一発でもこういうアクションできるとこをね逃さず、でもやっぱりカーボンボードはこういうたるいボード強いですね、たるい波に。おっと今までだったらねプルアウトしそうな波でもしっかりねアクション入れれるっていう自信があるのだと思うので、やっぱりこれ太めがいいんじゃないですか。ワンターン、もう一回張ってこい、もう一回ツーターン入った、もう一発、わあいいんじゃないですか。試合だったらこれねスリーターン入って、でこっからもう一発ね最後決まったらいいですね。チャンネル登録よろしく。お疲れ様
疲れ様です。風やばいですね。やばいな。すごいよ。ちょっとこっち来てもらえますか。ねえ、今日さ、美女とデートっていうさ題名なのに、二人目で一言も喋ってないでしょ。集中しましたね。二言ぐらい喋ってる。デートでしょ。そういう場合夢で喋らんの。その二言は何でしたっけ。何言われない。あと全然のめえやつ。しかも波町離れとるし。え、仲悪いんじゃん。なんかな、イケメン前にしたら乗られへんかった。ああ、そういうこと。前なんか美女前にしたら調子乗ってめっちゃ乗るよ。ああ、モテようと思って。反対じゃん。もうえって思って。なんで。いや、だって。もう今見ても一緒だからって。そう、もうえって。子供の頃から見とるし。間違いない。まあでも、こう波、ね、もう最初は入る前はこう、綺麗に割れとったもんな。ほんまに。それが入った瞬間、もう風入って一気にね。でも自然ってね、本当波チェック来た時よくても入ったらこうなるってよくあるじゃん。いや、もうしょうがない。パドルアウトした瞬間割れだったもん。そう、見とった時めっちゃ喋りすぎたんちゃう。誰が。やすしうるさいよな、まあ、とりあえずな。今やすしうるさい。あのさ、それさ、ネタでよく使うじゃん。それに乗っかったアンチの人が俺を攻撃してくるから。やめとこ。もっとしてください。あ、じゃあやめとこじゃないんだ。もっとしてください。やすし攻撃しよう。まあでも今回ですね、レイカちゃんのチャンネルの方でもアップされてると思うんですけど、はい、自分で編集するんですか。そう、自分で返してちょっと編集して、あっくんより先アップします。おお、今目の色が違った。目の色がいきなりやろ。いや、行きます。レイカちゃんに1個最後質問したいんだけどさ、カリフォルニアで5年ぐらい暮らした。3年住んでたのは3年やけど、半年ぐらいおったりとかしたのは3年やから6年ぐらい。あ、で6年おったっていうことはさ、まあ、ある程度分かっとるわけじゃん。で、子供ができてさ、カリフォルニアで住みたいとか日本におった方がいいって、正直どっちがいいと思う。そりゃカリフォルニア行きたいけど、うん、お金高いやん。あ、今無理やん。で結局ドルも高いからな。そう、あの時暮らしてる時より 1.5 倍じゃん。やんな、やばいな。 でもお金があったらカリフォルニアにおった方がいい、子供のために。行きたい。どう思う。絶対行きたい。どういう意味。今でも行きたい。何がいい。自分だけでも行きたい。何がいい。やっぱ波も違うし、やっぱ世界出ようと思ったら、なんかこの日本じゃなくて世界の波で練習して、ごめん。世界の波で練習したいなと思う。で、あれ、友達もさ、違うじゃん。うん、向こうでやっぱ作った方がやりやすいよな。そうやな。なんか、どうやろ。向こうにおったりとか、向こうの人とおったら、自分がもっとなんていう、イケイケになれる。自分らしくおれる。わいわい。なんか、あ、これも悪いかなとか、気使う、日本におったらめっちゃ気使うから、そういうのなしで、そう。ああ。それがいいところ。だってカリフォルニアの人とか外人の人ってさ、平気で歌歌ったりしとるじゃん。そうそうそう。日本人の人歌って。日本でそれやったらおかしい。ちょっと離れるわ。アホの人かな思うけど、ガンガンさ、旅でもはしゃぐよな。いや、ほんまに。え、全然違う。全然違う。全然違う、マジで。でも気になるとこなんですけど、1年間ぐらい住んどったら。でもその時さ、20歳ぐらいやったやん。自分のお金を自分で管理してなかったよ。だから全部親がやってたから、賞金が入っても親が管理してくれて、それでやってもらってたから、正直わからんな。でも家賃とかめちゃくちゃ高かった。50万とかするんでしょ。あそこまではせえへん。ちょっと狭い部屋を借りてて、でもハンティントンからめっちゃすぐ近くで2、30万はするよな。そうする、全然する。ということは生活費入れてさ、100万くらいないと無理だよな。ほんまやな、無理やわ。すごい。だって向こうの平均給料がさ、日本の倍以上なわけじゃん。まあ住んどる人がだから、観光客じゃないから、俺らが行って生活する、ちゃんと自給自足して、ちゃんとやっても月60万くらいの給料じゃないとやってけんわけでしょ。そうや。日本の倍じゃん。だから、日本で稼いでいこうと思うと思う。いやな、厳しいよね。厳しいな。いや、そうやわ、ほんまに。でも、行けるんだったら、もしキッズをこれから育て、カノアやケイみたいに向こうで住んだ方がいいと思う。絶対いいと思う。なるほどね。まあ、日本でできないことはないけど、そらあっちに行った方が早い気がする。じゃあさ、ケイナちゃん、ジム作ってこっちでやるって言うけどさ、向こう行きたいっていうのは、そう、だから半々
の生活したいなと、お金あれば。あ、そのために頑張るんだ。そう、家だ。ああ、なるほど。本気、本気。夢ですね。夢や。いや、いいこと聞く、真面目な話聞けましたね。はい、真面目な話ですね。夢の話してたらさ、もうかなあかんねん。じゃあ、というわけでですね、本日お越しありがとうございました。今回はですね、久々にこうゲストとして、ね、出てくれたのがいい方でした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとでもね、おもろかったと思ったらチャンネル登録とインスタグラムをよろしくお願いします。やめてな。あのレイカちゃんのね、チャンネルも概要欄に貼ってあるんで、ぜひね、チェックよろしくお願いします。お願いします。皆さんで1万人にしよう。